前半13分、石毛選手のニアシュートがネットを揺らす。起点は高尾選手のくさびから始まった得点シーン。まず最初のくさびのライン上のポジショニングが良かったです。そこからファンアラーの選手の機動力の効いた連動したプレー、最高ですね。クロスにジェバリ選手の振り足は合わず、流れた先には得点者の石毛選手。さっさと打てって思ったシーンなんですが、ニアを狙ったシュート、崩し切ったゴールは何度見ても飽きないですね。